4連休人で大幅回復。全国の観光地における4連休の人で8月のお盆などと比較して大幅に回復しました。スマートフォンのデータをもとにした調査によりますと、大半の観光地では新型コロナウイルスの感染拡大後、最も多い人でとなっていて、全国の行楽地は久しぶりのにぎわいを見せました。 静岡の熱海温泉、8月には前の年の同じ月に比べ61.3%まで落ち込みましたが、落ちていましたが、9月に97.1%まで回復しています。神奈川箱根湯本、9月に134.7%を記録して、前の年よりも多くの観光客が訪れていました。 札幌市、すすきの、あと東京、池袋、名古屋市、栄など主要な繁華街は8月に一旦下がりましたが、9月には前の年の同じ月に比べ8割程度まで回復していました。え京都、河原町も9月に人出が戻ったと言います。この4連休の人出が8月のお盆と比べて大幅に回復したということなんですが、藤井さんこれはどうお感じですか、うん これはね、ちょうどね、<っ>あの、日本人全員がね、社会実験をやってるようなものでね。はい。例えば、この間、あの、えっと、私の大学の、えっ,えっと、監修で、えー、ロックライブを、 満席でやってみましょう,う、はい、ロックのライブ。はい。で、これを、あの、ウイルス学の知見に基づいて、換気をしたり、はい、いろいろと、フェーズガードやったりとか、ね。はい、して、で、もう、それから、あの、タイプでいくつかライブやってますけど、出てないと。はい。あの、感染者がね、クラスター化してないっていうのを見て、ね、少しずつ元に戻っていこうと、まあ、していると。はい、いうやつの、まあ、全国版というような意味合いがあると思うんですね。えー、はい。えっと、で、そういう意味で、ね、これで、まあ、皆、よく口にしてるんじゃ。 じゃないかと思うんですけどこただ、その感染の拡大っていうのも、これがあの、許容範囲で、はいえー、この4連休の影響が出終わる2週間後以降は、ええ、またあの提言していくようなことがあればね、うこれだけやっても大丈夫だったんだなということで、はい、少しずつあの元に戻っていくことになるかもしれない。ということで、ええ、今これは、 納得をね、日本国民全体がその日常を取り戻す納得をお、戻、取り戻してもいいんだという納得を得るためのプロセスとも言えるんじゃないかなと思うんですね。はい、ですから、やっぱり我々、あの感染が拡大するのか、あるいはその感染が拡大しても許容できるものなのか、はい、ということをちゃんと注視していくことが必要で、ええ、なしくず指的に段に戻ってって、 ええ、というのではなくて、この社会実験的な意味合いがあるんだというようなニュアンスでね、これを捉えれば、あの日常を取り戻す上で非常にいいきっかけになってるんじゃないかなと僕は思いますまはい。まあ、人が多く集まる、ええ、これが密だったりね、ええ、換気が悪かったりだとか、そういったものだと、おそらく、ま、あ増えてくるんでしょうけども、例えば外ですね、換気が決してその心配ないだとか、多少この、 人と人の距離が縮まったとしても、会話が少ないだとか、まあそういうことであれば、まあ問題ないのかなっていうふうにこう、のきっかけになるかもしれないですね。もね、みんなね、口ではね、自粛せなあかんとかね、会社の手前のいろいろと控えなあかんとかで部下に言ったりね、管理者の方そう言うんでしょうけど、心の中ではもうこれやりすぎやろって、大体みんな常識のある人間みんな、常識のある大人は、 それ以外の人はちょっとわかるんですけど、思ってる人多いと思うんですよ。はい。 で、その潜在意識が出たんでしょうね、これね。いや、あの、今だから言いますけどもね、藤井さんが、この新型コロナウイルス感染拡大の時に、もう前から言ってた、とにかく、あの、手、手を口に持っていかな。持ってくなと。でね、それだけでもほぼ映らんからと。言ってたじゃないですか。で、私は、いや、俺癖としてどうしても手に口、ね、あの、手が口に行ってしまうもんなと思った。ただ、意識して、まあもちろんマスクもしてますから、 結果的には言ってないんだなっていう。そうなんですね。中化してくる。習慣化してくる。別に触る必要性ないし。最初はね、少しピリピリして、あ、ダメだダメだ。あの、口に手直っちゃダメだ。慣れたら別に。鼻ほじっちゃダメだとかね。え、こう考え、でも中間化してくると、意外に慣れてくるものなのかなっていうふうには思いますね。で、今ね、ちょうど今僕本書いててね。はい。メアの口を触らないって習慣をつけるだけで、いわゆる再生産数でガタッと下がるはずなんですよ、理論的に。そうなると、もう感染拡大、 急速になての例の実行再生産数っていうね、1以上になると、拡大するぞという、はい。で、一下回ると収束するっていうね。はい。だからね、僕はね、目鼻口触らないのがやっぱりね、最後のポイントになってて、なぜかというとね、あの、マスクする、うがいするっていう人の霊効率は7割とか言ってるんですけど、目鼻口触らない2割しか言ってないですよ。だから残これ7割ぐらいまで言ったらね、それだけでコロナ撃退できるのではないかと。 で、今回ね、僕はちょっと残念なのは、全然結局僕らは言ってるんだけど、はい、政府はそれ言ってないし、えー、対して、はいで。専門家会議の人らもなんかそれ強調してないし、えー、だから結局、励効率2割ぐらいで収まってて、でそれで今これ、人手が戻ってきたらね、はい、まだ拡大するかもしれないですよ。はい、だからね、ちゃんとね、目当触らないだけをちゃんと伝えて、えー、これ、社会実験したらね、はい、ものすごい,良い成績が取れたのではないかという。えー 今となってはね。あとあの、我々勘違いしがちな、うん、まあこれも諸説あるんで、ちょっと藤井さんにあえてお聞きしますけれども、一回触ったぐらいでアウトーってわけでもない。ない。ね、一粒入ったから、ウイルスが。そうそうだから感染するわけでもないってことなんですよね。でよええー。触ってしまったらちょっともう一回顔洗ってもいいしね。うん、えー。そうですね。うん、もいくらでもやり方があるわけ。うがいもちゃんとしたらいいし。はい。ええー、<laughs> あの、そして全日空なんですが、4連休に国内線の利用者数およそ と29万人に上ったと発表してます4連休の1日平均の利用者数7万2000人でえ今年5月のゴールデンウィークの6000人お盆休みの4万8000人に比べ大幅に増加しましたえ高速道路各社によると去年9月21日からの3連休と比べて1日平均の交通量 17%, 万17増加していますこの連休の例えば下りだとか上りのこの渋滞ってのも激しく かったですからねそうなんですよね。えー、京都もすごかったですよそうですね。うん、まあ、えー、どこかに出かけるという方が、だから多かったという証なんですが、ただ、これも何度も言ってますが、今後、その感染対策と経済のバランス、引き続きこれは大事だってことですよね。うんうん、だから、だんだん人々の認識の中で、新型コロナが、はいあ、インフルエンザとか、え,ー、えっと、少々立ちの悪い風と、近いものであるという認識が強まりつつあるんでしょうね。はいえー だからもう今やもう感染対策と経済のバランスというよりも、こう、その感染症に対する認識が、はい。わりつつあるっていうことなんでしょうね。はいえー、守るべきものを守って行動していくということですね。うんうん、ただ、高齢者とか、はい、うん。さんとかは、あ,はいえー、あの、リスクは、他の方よりもやっぱ高い,っていのは。そうですね。知的疾患をお持ちの方とかね。え、ね、それは認識しておいてくださいなと。い。うふうに思いますけど、はい、それ以外の方はもう、僕の友人の医者も言ってますけど、えー、若い人にとってはもう風邪たもんかわらへんでと。あ,はい、あの、コロナ、うん 取りまとめ役が言ってましたからねあそうか某病院で <laughs> あっそうであそうですあ若いやつにしたらもう風邪のカレの,のかな高齢者はちょっと危ないかもしれんけどねええまあ、えーまあ、そうです危ない人はいるっていうのはまた例によって大阪の医者であるっていうことがバばれてしまいましたけどね <laughs> <laughs>